お日様の下でゴロ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 。お天気の日の縁側は気持ちがいいな。ん？モグさん気持ちよさそうね。日向ぼっこしてるか？シンさんもどう？気持ちいいよ。あ、でもこれはダラダラしているわけじゃないんだよ。ゴロゴロしてる理由があるんだよ。鳥サルモン先生がいつもゴロゴロしてるとは違うか？違う違う。僕の体はヨモギを乾燥させたモグサでできてるから、体が湿っていると使う時に火がつかなくなるんだよ。だからこうしてたまに日向ぼっこをして体についた水分を乾かしているんだ。オーケーね。鳥サルモン先生と違うことわかった。でもおきゅって水に弱い、それは知らなかった。私やハリソンくんみたいな針は熱いお湯に浸かってきれいにするよ。毎日お風呂入ってきれいしてるね。わあ、お風呂に入れるなんて羨ましいな。僕はお風呂に入れないから、こうして日向ぼっこして毎日体をきれいにしてるんだ。せっかくだから一緒にどう？オッケーね。私も一緒に日向ぼっこするよ。コロコロ、コロコロ。気持ちいいね。ああ、シンさんとモグさんがゴロゴロしてるもん。気持ちよさそうもん。さっきパルタンに部屋に積んでるプラモデルを片付けろって言われたばかりっちよ。ゴロゴロしてたら怒られるっち。こんな気持ちのいい日を作った太陽が悪いもん。だから僕も日向ぼっこでゴロゴロするもん。全く意味がわからないっち。あ、噂をすれば鳥サルモン先生も来たね。僕も日向ぼっこするもん。あれれれれれ、ぐるぐる巻きにされちゃったもん。ご主人様、こんなところでサボろうとしてもダメですよ。私のこの手から逃げることはできません。さて、部屋に散らかったプラモデルを片付けて、それが終わったら患者さんのカルテの整理が待っています。パルタン、これは僕が悪いんじゃなくて太陽が悪い。あっちぃ。なかなかいい火加減ですね、モグスさん様のお灸。しっかり乾いているようでございますよ。そうでしょう。これだけ燃えれば患者さんにも満足してもらえるよ。あいやー、鳥サルモン先生少し焦げてるね。悪いご主人様にはお灸を据えろと昔から言います。ご主人様が悪いことをしようとした時は、モグスさん様、またお力をお借りいたします。それでは参りましょう。ご主人様、元気にお掃除とカルテ整理です。なんでいつも俺っちまで。